これでよし。はあ、一緒に投稿しようと思ったのに起きたらいないし。お父さん、お母さん、ケンにナナも行ってきます。今日も頑張ってくるね。ああもう、帝国人には負けないんだから。はっ、スイッ、ほーっ、バン。キレは悪くない。あとは実践あるのみか。そういえば呼吸がほとんど乱れていなかったな。八王一刀流、さすがだけど父上たちに比べたら効いていたほどじゃなさそうだ。所詮は鬼神頼みの英雄というだけか。あ、おはよう。その。おはよう、ユウナ。君も投稿か。うん、クルト君も肩稽古は終わり。毎日毎日精が出るわね。まあ幼い頃からの日課だから慣れっこではあるんだが。ああもう、あの時はごめんなさい。え、その平手打ちのこと、どう考えても不可抗力なのに一方的にやっちゃって、その後も態度悪かったし、大人げなさすぎっていうか。君はそれを言うならお互い様さ。しかしあれから2週間ずっとそれを言おうとしてたのか。帝国人嫌いの君にしては律儀というか首相というか。別に帝国人のことは嫌いじゃないってば。国は国、人は人だし、自分が間違っているんだったらちゃんと謝らなきゃって思って。毎日熱心に稽古をしてるのにあんな言い方もしちゃったし。ああ、帝国人が使う昔ながらの剣なんかよりは役に立つはずです。別に気にしてないさ。稽古自体は単なる日課だしね。それにしてもクロスベル人っていうのはみんな君みたいな感じなのかい？え？私みたいって？別に悪い意味じゃないけど、前向きで正義感が強くてちょろそうな感じってことさ。って君ね。だから悪い意味じゃないって言ってるじゃないか。同じクラスの仲間が信用できそうなのは助かるよ。信頼できるかは別にしてね。ほんと可愛くないわね。でもまあ改めてよろしくってことで。お二人ともおはようございます。あ、ウォルティナ、どうしてとっくに投稿したんじゃ。早朝定時連絡があって、ユーナさんを起こさないよう自習室を使用していました。もしかして
部屋を出るとき起こしてしまいましたか？ううん、ぐっすり寝てたけど。だから定時連絡って何よ、定時連絡って。失礼、秘匿事項でした。まあそろそろ時間だ。同じクラスだし、たまには一緒に登校するとしようか。構いませんが、私はお邪魔なのでは？先ほどの様子から察するに、関係性が進展したようですし。関係性って、別にしてないってば。しかし、独特な言い回しの多い子だな。リーブスって雰囲気もあっていい街よね。のんびりとしながらセンスのいい店も多そうだし。ああ、田舎すぎず都会すぎない街というか、帝都からそう遠くないから程よい距離感なのかもしれない。以前はとある貴族の領地だったそうですね。その貴族が手放した後、別荘地が造成されたものの、諸藩の事情で頓挫。その跡地が第二分校に利用されたとか。さすが詳しいわね。なるほど、それで都合よくあの規模の分校を作れたのか。それにしても、帝国の士官学校がこんなにハードとは思わなかったわ。訓練や実習は仕方ないけど、数学とか歴史とか芸術の授業まで。範囲とかレベルも普通の高等学校以上じゃない？文武両道は帝国の伝統だからね。特にトールズは大帝ゆかりの伝統的な名門だ。たとえ分校であってもその精神は変わらないんだろう。むしろ今年からは本校の方が大きく変わっているようですが。それは。よくわからないけど、気合を入れるしかないわね。他のクラスに遅れを取らないよう、私たちも頑張りましょう。まあ、やるからにはね。と言っても、授業の大半が8組か9組と合同ではあるけど。別々なのはホームルームくらいですね。人数を考えると当然だろうけど、それじゃあ7組って。選抜エリートが仲良く登校かよ。あなたは、確か8組戦術科の。おはよう。僕たちに何か用件か？いや、別に。ただ噂の英雄のクラスってのはどんなもんなのか興味があってな。7組特務か、さぞ充実した毎日なんじゃねえか。悪いが、入ったばかりで毎日大変なのはそちらと同じさ。そうね、あの人のクラスだからって今のところカリキュラムは同じなんだし。
だったらどうしてわざわざ別に少人数のクラスなんざ作ったんだ。明らかに年がおかしいガキもいるし、毛並みの良すぎるお坊ちゃんもいる。いわくつきの場所から来たジャジャ馬の留学生もいるしな。おっと悪い、留学生じゃなかったか。無用な挑発はやめてほしいんだが、言いたいことがあるならいつでも鍛錬場に付き合うが。いいね、思った以上にやりそうだ。だがあいにく用があるのは。仲がよろしいですね。お、確か9組主計かな。おはようございます。気持ちのいい朝ですね。ですがのんびりしていると予鈴が鳴ってしまいますよ。確かに。そっちはまだ絡んでくるつもり？別に絡んじゃいねえって。そんじゃな、2限と4限で会おうぜ。ごきげんよう。1限3限4限でよろしくお願いします。はあ、何なのよあの木。いかにも不良って感じだし、あんなのが士官候補生なわけ。露骨に僕たち7組に含みがありそうだったが。いや、僕たちというより。急がないとホームルームに遅れそうです。ああ行こう。ふう、ようやく2週間ですか。どのクラスの子も頑張ってついてきてくれてるね。トールズ本校以上のスパルタだから大変だとは思うけど。加えて本校にはなかった教練とカリキュラムもある。第二分校、政府側の狙いが少しずつ見えてきましたよ。うん、でもこの分校の意義はそれだけじゃないと思うんだ。トールズの伝統を受け継いだあの日もあるんだしね。ええ、それだけは安心しました。部活の件も含めて放課後を伝えるつもりです。うん、よろしくね。それじゃあリーン教官、今日も頑張っていきましょう。ええ、トワ教官も。これが公式となる。弾道計算などにも役立つので、応用問題を通じて身につけるよう。これが GDP、
国内総生産っていう概念だね。ちなみにエレボニア帝国の去年の GDP なんだけど、前年度と比較して 1.42 倍に。今日のメニューは歩くだと言っても甘くはないぜ。武装した状態での姿勢を保った一糸乱れぬ行軍、戦術家の連中もへばってだからな。これが獅子戦役だ。帝国史における最大のターニングポイント、この後が近代とも言われている。この内戦がどんな背景で起きて激化したのかを紐解いていこう。結構わかりやすいわね。そういう観点もあるのか。ふむふむ、勉強になるな。やっぱり素敵ですね。
レイ。
やし。
ほれ、お兄さんのおごりだ。ありがとうございます、ランディ先輩。Thank you.
組主計課のティータ・ラッセルです。改めてよろしくお願いします。
ルツァー教官じゃないっすか。君は確か戦術家の。お勤めご苦労様っす。アッシュカーバイド8組戦術家の生徒っす。なんか生徒たちにマメに声をかけてましたけど、さすがに熱心っすね。人気絶頂の若き英雄灰色の騎士様は。あくまで卒業したばかりの新米教官だからな。ランドルフ教官の報告で聞いたよ。なかなかの身体能力らしいな。授業や教練で教えることも多いだろうし、改めてよろしくだアッシュ。はっ、そりゃどうも。ところで前々からあんたに聞きたかったことがあるんすけど、でかい灰色のおもちゃ乗り回して政府の犬として働くっつうのはそんなに気持ちいいんすかね。失礼します。朝に続いてかよ。八組のアッシュさんにディーン教官でしたか。楽しそうなお話で盛り上がっているみたいですね。そんじゃ俺はここで。週明けの気候兵教練楽しみにさせてもらうぜ。気候兵教練、ひょっとしてお邪魔だったとか。いや、そんなことはないさ。君は主計かの。9組主計課所属ミュゼイーグレットと申します。すでに授業で何度かお世話になっていますが、ご存知でいらっしゃいますか。ああ、ちゃんと覚えているよ。トア教官からも話は聞いている。なかなか成績優秀らしいな。私程度の成績で優秀だなんて。実は私も教官の噂をいろいろと伺っていまして、お近づきになれたら嬉しいなってずっと思ってたんです。そうか、そういう噂は話半分くらいに受け取ってほしいんだが。ん？ああ、灰色の騎士とかそういう噂ではなくって、前の7組の皆さんのことや妹さん、皇女殿下方面の噂です。ごきげんよう、ディーン教官。若輩者ではありますが、よろしくお願いしますね。
Thank you.
がってるかな。よかった、ちゃんとつながったみたいだ。ちょっと待ってて、今画像を出すから。リン、久しぶり。先月通信で話して以来かな。顔を見るのは4ヶ月ぶりくらいだけど。種を沸かすと、オリバルト殿下の計らいでね、リーンもアークス2を殿下から送られたでしょ。それに特別なアプリっていうのが入ってて、その機能を使ってるんだって。うん、バッチリだよ。ひょっとしてまた背が伸びた。あ、そういえば誕生日も近かったんじゃなかったっけ。卒業おめでとう、リン。ゴタゴタしてたみたいだけど、無事就任できたみたいだね。うん、今月の頭からね。本当だったらリンとも直接会いたかったんだけど。あ、マキアスとかも一緒にね。うん、マキアスらしいって言えばマキアスらしいけど、帝都知事のお父さんと微妙に対立する立場になるのはちょっと心配なんだよね。として入ったんだよね。他にも意外な顔ぶれが集まってるって聞いたけど。
ママから送られた RPG ここにしまったと思ったんだけどな。まだ引っ越しコンテナの中か。あ、お交換やナインバリによく来たな。玉か薬か何だって都合してやるぞ。期待できそうだ。逃げられたか。期待できそうだ。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。
が。まずまずだな。それかかったいい感じだな。逃げられたか。なかなかいい釣り場みたいだ。それかかったいい感じだな。まずまずだな。やった、大物だ。
リーン。檻を見て声をかけようと思ってたけど、君の方から来てくれるなんてね。ようこそ名ばかりのトリスタ放送へ。2ヶ月ぶりだね、リーン。